久保さん、今回、虎にしましょうか。これね、最近、ちょっとまた見つけた動画がありまして、マネーの虎、放送中止になっていた高橋がなりのありえないかっこよさと。マネーの虎、放送中止になっていた高橋がなりのありえないかっこよさ。これめちゃめちゃいいっすね。<laughs> マジかっこいいっすけど <laughs>。まあ、これは、なんか、あの、うーんとね、あの、まあ、 マネのラでね、まあ、ある女性の方、おにぎり屋をやりたいみたいなね。で、それで、俺が出すよってってね、出したんですけど、ガナリがね。で、ガナリが出したんだけど、なんで放送中止になったかっていうと、途中でその人がガンになったんですよ。で、ガンになって、で、ガナリが言うんですよ。ガンになるやつは経営したらダメだと。運がないやつは経営するなみたいな、そういうシーンもあるんですけど。パンチありますよね。ガンになるようなやつは経営するなみたいな。 ずわー言う,言うてる。で、癌になった人に対して <laughs>、ブロックス言ってるんですよ。で、最後、でもその志願者がね、すいません、やっぱやめますってなったんですよ。で、やっぱやめますってなった時の、じゃあ、そこまでぐわー言ってたと、言うてたのに、かなり最後なんて締めるかっていうね。この締め方が、まあ、やばいっすね <laughs>。かなりかっこいいっすね。やっぱね、これはすごいっすね。俺にも、まあまあ結論ね、セリフはね、 まあ、すみません、俺にも非があったと。すみません、みたいなね。まあ、結論ね、俺も悪かったっていうね <laughs>。あんだけ言っといたのに <laughs>、最後ね、白旗あげるというか、俺も悪かったなっていう、うん、彼女を操作しては申し訳ないみたいな、なんかそんな感じで押し締めてるんですけど。やっぱね、敵に勝つ、敵にこう、勝っていくっていう、うん、勝利みたいなね。まあ僕もスポーツやってましたから、 その勝つっていう優勝するとか勝つとかまあそこの優秀の美というかね勝つっていう美しさもあれば白旗をあげるっていう美しさもあるんだなっていうのがねでもね白旗をあげて美しくかっこよく見える人って僕いいなと思うんですよねだ最強じゃないですか勝たなくても負けてもねかっこいいんですよすごくないですかこれってまあそういう人になりたいですね白旗あげてもかっこ いいやうんいやこれはねすごいもう名,名,名シーンですねこのまあこの放送中心になったこの鬼この話はすごく名シーンだと思いますけどね。いってらっしゃい。